しい力が目覚めるわ。にっこにっこにー。さっきから鏡の前でな、撮影に向けてポーズの練習よ。ああ、そういえばスカウトされたんやったね。この私をスカウトするなんて、あのカメラマンの見る目は確かね。ところで、何の撮影なん？今度創刊される雑誌のモデルよ。記念すべき創刊号に抜擢されるなんて、私のカリスマ性は本物ね。売り切れ間違いなしだわ。そうやね。そういうわけだから、雑誌の予約をしといた方がいいわよ。特別に私のサインをつけてあげる。それは家宝にしないとね。アクアと虹ヶ崎の子も一緒なんだよね。まあね、最初は戸惑ってたけど、今は楽しみにしてるみたいよ。案外肝が座ってるのよね。まあそうじゃなきゃスクールアイドルは務まらないわ。私が最年長なわけだし、あの子たちにプロの仕事を見せてあげないとね。そのためにもポーズの練習は欠かせないわ。ニコッチは真面目やね。なんならのぞみも見学に来る？私の勇姿を見せてあげるわよ。週末だけど大丈夫よね？せっかくやけど神社のお手伝いがあるんだ。伝説の第一歩を目撃できないだなんてかわいそうね。頑張ってお勤めを果たしなさい。ニコッチもモデル頑張ってね。言われるまでもないわよ。新規ファン獲得のためにも必ず成功させてみせるわ。というわけで練習を再開。ニッコニッコに。本当にニコッチは頑張り屋さんやね。